どうもおはようからこんばんは、若殿です。さあドラゴンクエストビルダーズ続きをやっていきましょう。相変わらずね、第一章メルキド編から身動きができていないこの私ですけれども、見てください、拠点レベルはマックスまで上げました。まあそれを何をしていたかと言いますと、こちらじゃーん、メルキド城を作ってました見てください、こんな感じでね城壁を作ってるんですよ。前回ね、あの城を見つけたじゃないですか、学校ね泊まり込みで破壊しまくって城の素材を集めて、こんな感じで城を作る、あたい城を作ってるんですよ。城の周りはこんな感じで掘って水にしてるんですよ。後からね水ブロックがあったっていうのを知って、私もちょっとショックを受けてるんですけれども、こんな感じで掘って、まあ落とし穴みたいな感じで敵の進行を食い止めていこうと思っています。まあこんな感じでね、こちらはね敵が攻めてくるってことで、まあ堀にしてもよかったんですけれども、せっかくねこういうのを作ったんで増やして、まあ、敵の進行を食い止めて、かつ、まあ、敵がこちらから来るようなら、まあ、迎撃していこうかなと思います。まあ、橋でね上を通れるようにしております。下に落ちてもこちらから上がってこれるようにはしているんですけれどもね、こちらもこんな感じで堀を作ってます。まあ白っぽくなってるんじゃないんですかね。まあ白といってもね、まあね、いわゆる天守的なものはないんで、どちらかというと砦みたいな感じですかね。ちなみにねこちら中からも通れるようになってるんですよ。よっこいしょ、これ全部頑張って掘りましたよ。やっとねそれらしいものが作れるようになってきたんで、作ってたんですが、だいたい所要時間は約1日ですね。まあね早くね第2章に進みたいんですが、そろそろ何か作っておかないとね、元マインクラフトやっている身としましてはね示しがつかないですからね。でこちら地下の通路を通りまして、ここから上がってくると町になります。町はこんな感じで作っていますよ。ここはねまあ宝物庫ですね、宝箱とか、あとはまあ鎖とか、まあ誰をつないでおくってわけでもないんですけれどもね、これをお墓はね誰のお墓ってわけじゃないですよ。後々ね誰か入るかもしれませんけどね。でロロンドさん、ここもね上登っていけるようにはしていますよ。つっかえてるこんな感じです。本当はねもっと大きくしたいんですけれども、まあそこまで時間がないのと、そろそろ第2章に進まないといけないので、あんまりねやりすぎるわけにはいかないですしね。でこちらは宿屋ですね。まあとりあえず寝ておきましょう。大倉庫を作ったりね、いろんなものを建設して楽しんでおります。できることが増えるとやっぱりねいろいろ設置してかなりごたごたした内装にはなっているんですよね。まあこんな感じですね。外壁もね土からこういう城の壁に変えました。この辺とかもね地面は藁の床に全部変えました。ここもね大木土のぬいぐるみを置いたりして、まあここは着替える部屋みたいですね。これ布の服を飾っています。結構持て余しているんですよね。商人がねいないんで特にこう売るっていうのはできないんですよね。ここも個室にしてます。こちらも上から登って、まあ、上に行けるようにしています。まあ、こんな感じかな。ここはね私の部屋にしてますこう王族っぽい感じにしているんですけれどもね、特にこう王族の部屋っていうのではないですね。まあ多分できるんでしょうね、こういった貴族のこうね椅子とかベッドがあるってことは、そういった部屋も作れるんじゃないんでしょうか。さてじゃあ今回はまあ、このメルキド城の紹介と、あとぼちぼちクエストを進めていこうかなって思います。というのもね防衛のミッションがあるんですよ。のロロンドや、おどうした、ほほほう、しかし、おいいぜ戦ってやろうじゃないか。この城 の守り思い知るがいい。どこから来るんですか、骸骨軍団。ほう、どこから来る。ああ食らってますね。
いいねいいね、これ何もしなくてもいいんじゃないんですか。おー、気づいたか。だがもう貴様らは弱っているであろう。ザコメ、あ、壊された。あ、いろいろ物を壊されるんですね。いや、壊させはしないですよ。あ、いた。あ、階段が、あれ、当たってないですよ。街が破壊されるんですね。やだな、貴重なね、お、またブラウニーか。貴重な素材が壊されるか。まあ階段、まあやめましょうかね。じゃあ城壁だったら多分固いと思うんですよね。いや、もう野戦ですよ、もう。お、回転斬り、まだいるか。全部壊す、いや、させないです、させませんよ。挟み撃ち、強撃、強撃、よーし。敵は相変わらずこっちから。おっ、これ何だったっけ、なんか悪魔の戦士みたいな、そんな感じの名前ですよね。まあそんなに強くはないようですね。よーし、守り抜いたぞみんな大丈夫か。よーし、クリア。ほう、旅の扉赤ということは新たな場所に行けると。おう、何でしょう。いやいや、ちょっと待って、今のは何が起こったの旗がグレードアップしてるんですか。おう、なんだ君は。そうですよ、あなたは誰ですか。少し色黒な青年ですか。イケメンだな。ショーター。おー、これで人が増えましたね。いいですね。着替えるんですか。まあね、そんなボロい格好じゃね、恥ずかしいですからね。おお、本当だ、マジで着替えたいやー、いろいろね、破壊されたんで、まあ、その辺は修復していきましょうか。しかしね、旅の扉が手に入ったんですが、これなんでしょうね。赤、じゃあ青の隣に置きましょう。よいしょ、テレテテーン。よーし。あ、いや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 、どうもどうもどうもありがとうございます。さあ、ロロンド、敵は倒したぞ。ああ、そうなんですね、鍛冶屋のユキノフの子孫の居場所。そういえばユキノフってなんか前もドラクエシリーズで聞いたことがある名前ですね。なるほど、じゃあユキノフを探すために新しいエリアに行くということですね。もう早速行ってみます。もう回復アイテムなかったんですけれどもね。まあいい、いざとなったらキメラの翼で帰ればいいというもの。ほう、砂漠か。早速宝箱がありますよ。あ、また印ね。さて、砂漠ですか。ふむ、向こうは何もないか。新たなエリアに行けるようになりましたが、スライムベスト、あれは一角ウサギか。いや、ウサギはね、私大好きなんで、あんまりね、傷つけたくはないですよ。襲ってくるならば迎撃しましょう。いいね。じゃあこういった砂漠の、ちょっと待ってね。あ、木槌なかったんだあ、ですが取れますね、サボテンフルーツ。ほう、これでまた新たな料理が作れるというわけですか。あー、いたな、ああいうの。ゴーレムじゃないんだよな、名前は忘れましたが。ほう、来るかね。
外した。硬いな。何をする？逃げるか。待て待て。いい。よし、倒した。倒したけど何かくれるわけでもない。じゃあ先に行きましょう。おお、どうした大木槌よ。眠たそうな顔した人間。大きなお世話だ。まあいい、先に行きましょうか。何かあるんでしょうかね。いろんな行く場所はあるとは思いますが、怪しいなあれあれ怪しいな。ふむ、ゴーレムたちが追いかけてきているか。いや、ウサギは倒さない。ウサギは友達。いや、マインクラフトとかでね、散々ウサギが好きって言ってますからね。私はむやみな殺生はしないですよ。しまったな。お、大木槌を持ってきてないんだよな。あ、しかも行けないんですね。ふむ。いや、行けるか。お、行けた。砂漠のオアシスですね。おや、音楽が変わりましたよ。ならば行ってみようじゃないかね。なんだ、話し声が聞こえるぞ。これカメラが結構ねやりづらいんですよね。こういう中に入った場合とかね、なかなか見づらいところはあるんですよね。道は一本道か。罠があるかもしれないが。おや、どうしたみんな。石像。お前らもしかしてモンスターが化けてるんじゃないのか。なんか危ない宗教みたいですよ。火を吹く石像の前に立つ。ほう、あ、来た、あっつ。壊せないんですね。甘いわ。で、どうすればいいんですか。これは怪しいな。もしかしたら後々クエストがあって、で何かこう解決策があるかもしれないですよね。さて、ピラミッドから出てきましたが、やばいモンスターがうようよしていますね。やっぱり夜だからでしょうね。まあ、いざとなればキメラの翼で逃げればいいだけのこと。まず上に登って辺りを見渡してみましょうか。実は上にヒントがあるとかないでしょうね。いや、これは落ちたらダメなやつでしょう。じゃあ反対側に行きましょう。よし、駆け下りるぞ。この辺はあんまり物がないんですね。いやー、逃げますよ。ふむ、この辺はピラミッドのエリアというわけですね。あそこに明かりが見えますよ。何でしょう。まあ、もしかしたら自分が来たところかもしれないですよね。ああ、なるほど、明かりじゃない、ただのブロックか。さて、敵の追撃をかわしながら冒険していくこの私。さて、この辺まで来ましたか。ピラミッド以外は何があるんでしょうね。まあね、ブロックを置いてどんどん上まで行くのもありなんですがね。あっぶないギリチョンセーフですよ。キメラか。あれからね、何かこう新しいものがあるってわけじゃないんですよね。
お、あちら続いているみたいですね。一体何でしょう。行ってみましょう。危ないぞ。痛い。ほ、よし、うまく着地していきましょう。ふむ、ここから陸伝いで行きますね。ドラキーたちがいますよ。おお、また大木槌さんか。お、大木槌じゃない。お、墓作りの極意。お、石の墓をひらめいた。へえ、なるほど、ありがとう。まあここはこんな感じですか。まあお墓の作り方を教える場所だったわけですね。あとは特に何もないと。痛い。さて、じゃあ今回はここら辺にしましょうかね。次何かあって大きく進展すればつなげていきたいと思います。ではこれまでのご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録高評価お願いします。ではワカトノでした。